こんにちは、ハイジーです。というわけで今日はラジオアプリのスタンド FM の方に島田さんからの情報をいただきまして、なんとあのシューマイのジョーさんがシューマイ食べ放題をやっているとのことで多摩センターにやってまいりました。住みたい街ランキングなんかでもね、相当な上位に位置するであろう多摩センターなんですけれども、本日はこちらのマグレブウエストモノレールという建物の中にあるお店でございまして、こう進んでいきますと出てきますのがシューマイのジョーさんの文字でございます。のれんの下にはもう思いっきりあります。シューマイ好きの皆様、お待たせしました。シューマイかっこ蒸し2時間食べ放題567円ですって。さあ、というわけで入店しましたけれども、店内明るくて気持ちがワクワクしちゃう空間、メニューの板もいいね、もう雰囲気もめちゃくちゃいい。そしてこのソファーもある席、最高じゃん。そしてこう見ていきますと、メニューの中にも豪快豪快ですって。でシューマイ&唐揚げ弁当500円。そして卓上のメニューを見ていきますけども、まずシューマイが1個99円なんですね。これが食べ放題のやつってことですね。だからこの絵のシューマイを食べてしまえば元が取れちゃうっていう状況になっております。で揚げシューマイなんかもあったりしまして、炊きシューマイもあるんだ。濃厚鶏白湯炊きシューマイ、あらら。で自慢の一品なんかは餃子のような小籠包、小籠包のような餃子という餃籠包というメニューがあったりですよ。気になるねこれね。で塩もつ煮込みとかニラ玉麻婆豆腐ごま味とかで、すぐ出るもんとかカニカマ大根サラダからブワーっといろんなメニュー豊富です。やっぱりドリンクはあったかいウロン茶と炊きシューマイ。炊きシューマイ、はい、わかりました。はい、はい、お願いします。シューマイはお一つない5個から注文。5個、じゃあ5個お願いします、はい、はい。ドリンクと何か一品注文というのがねマストでございまして、まずはあったかいウーロン茶、このウーロン茶のコーナーね280円出てきますね。でこちらさっきありました炊きシューマイ、気になるから注文してみました。あったウーロン茶とシューマイですね。はい、ありがとうございます。シューマイの方も味ついてるので、早速シューマイが5個やってまいりました。蒸したてで一個一個結構なジャンボ感あるよね。これはなんかコロコロゴロゴロうまそう。2時間食べ放題、どんどん行きましょう。いただきます。ではもう味がついてるとのことで、いきなり1個うわっと持ってと、うん、最強です。蒸したてなんかちょっとリズミカルプリンプリンとした食感もありながらの、めちゃうまジューシー旨味ぎっしりシューマイでございました。どのくらいジューシーか分かっていただくために、ちょっとギュッとするよ。押した時に分かる、はい分かる、このジュワッとくる感じ分かる。これが口の中でもっと起こるの、上下左右から。いやうまい、食感もうまいし味もうまい。これシューマイじゃないよ、もう上シューマイ、上シューマイのジョーさん、バイク川崎バイクさんみたいな感じで同じ言葉で一つの文字を挟むタイプのシューマイ。あーうまいぞこれ本当に。味付けもはっきりしてるイメージでございまして、おそらくお酒を飲まれる方は進むだろうなという味わいになってて、僕みたいにお酒を飲まないタイプはご飯欲しくなる、絶対絶対ご飯と合わせたくなっちゃうっていうね、合わせたい人がいるんです状態みたいな、うん、いやうまい。もうからしはなんならあっても美味しいんですけども、なくても全然いける。もうシューマイそもそものパワーだけで十分いける。ありがとうございます。はい、の方からします。あ、します、お願いします。ここでいいですか。ここでお願いします。はい、ちょうどのタイミングで炊きシューマイがやってまいりまして、こちらグッすぐつ、さっきむき出しだったシューマイが今度隠れてて、そのシューマイが今度は3個入りですね。うわ、ニラとかも入ってて、もやしも入ってますね。おいしそうだな。うわ、おかわりシューマイもやってまいりました。でこの湯気を眺めながら、
そりゃそうだよ、こっちはあんだけ暑かったんだからもっとだよそれこの暑いのがさらにグズグズになってんだもん。ただこの鶏白湯スープもめちゃくちゃコク、旨味が凝縮されてまして、そこにごまの香りなんかもねいいアクセントになってむちゃくちゃうまい。いや本当にうまさが濃いスープで、シューマイ確かにこの中で生き生きするのよ。で僕のファインプレー皆さん知ってます？実を言いますとこれを注文したことによってこっちのシューマイここに沈めてこのね滝シューマイが無限になるっていう裏技もあったりするの。今回ね蒸しシューマイが食べ放題っていうやつなんですけども、実は滝シューマイも食べ放題になっちゃってるの。いやこれ一個一個は相当ボリューム感あるから割とお腹にたまるのも早いシューマイかもしれないんですけども、すいませんシューマイのおかわりと、はい、あと白ご飯ってあったりしますか？はい、はい、ありがとうございます。というわけでおかわりのシューマイさらに5個と今回白ご飯も追加でオーダーしてみました。このご飯が何が優秀かって言いますと当然シューマイと合います。シューマイで進めることもできますしおじやもできるというワクワクしかないご飯の存在でございます。シューマイがご飯を進ませてご飯がシューマイを進ませるこのいいライバル関係、ライバルじゃないか、いい仲良し関係、切磋琢磨で、またシューマイおかわりの時間が来まして、でさっきからねお気づきかもしれませんけれども本当はねシューマイ食べ放題なのでもうシューマイ何個いけるかっていうチャレンジをするべきなのかもしれないんですけれども、やっぱりシューマイおかわりするタイミングでなんか一品注文したいっていう気持ちもあって、今日だからね純粋なシューマイの個数勝負の感じじゃなくなっちゃってすいません。一応なんかお店もね5、6、7円で頑張っている中でなんか、うん、シューマイめちゃくちゃそれだけ食うみたいなのがなんか違うなって思っちゃってすいません。だから結局シューマイ注文するんですけども、餃論法のゆでを2つと、あとこれもおかわりお願いします。ここで、はい、お願いします。この間にじゃあこのおじやパターンを楽しむべくこう一旦、はい、ありがとうございます、いただきます。このパターンはもうやばいでしょう。これはうまい。この濃厚マイルドな感じ、今度はこのシューマイをおじやで追いかけるっていうこともできるわけでしょ。いやこのパターンも試してみたりしながら、あ、はい、ガリガリと、まだはっきり言って醤油も使ってませんからね、味変アイテムまだ使い切ってない状態でクリアしようとしてます。カニカマ大根サラダとこれおかわりお願いします。はい大丈夫です、はい、お願いします。さあ来ました、これが噂の餃論法でございますが、確かに思いっきり小論法の感じでありながらシューマイなの。小論法だとしたらこの辺をさつついて割ってスープがね出てくるんだと思うんですけども、あ来た来た来た、すげえ来てる、あすげえ、ちょっとやめて、ちょっと大丈夫、今下に結構落ちちゃったのかな、ただめちゃめちゃ、あスープ出るスープ出るスープ出る、今からピリピリと、あ結構ピリピリ、結構癖の強いピリピリきてる、うまスープうま、焼き小籠包のスープとかじゃなくてなんかねもうキムチスープみたいな感じの辛さも味わえるようなスープ感でございまして、じゃあこれまず割らずに食べちゃいましょうか。これ
は不思議。こってりしたなんかスープ触りからの肉肉しいお肉で、とにかく皮めちゃめちゃむっちりしてる。で、確かに小籠包といえば小籠包なんですけども、シューマイといえばシューマイ、小籠包なのシューマイなのみたいな、セクシーなのキュートなのどっちが好きなのみたいな。味の松浦彩さん、ありがとうございます。熱いね、気をつけて。はい、いただきます。こういった感じの断面でございます。カニカマ大根サラダもやってまいりまして、美味しそう。で、そんな中でちょっと一旦シューマイの断面チェックもこの後半になって開催させていただきますけれども、こういった感じになっております。これはもうジュワジュワです。と、はい、ちょんちょん。で、カニカマサラダと残りのシューマイ3個で今回はフィニッシュなのかななんて思ったりもしてます。それでも25個だもんね、シューマイプラスいろいろ食べてますから。違う、25個じゃないわ、炊きシューマイの中にも3個入ってましたし、小籠包も食べてんだ、だから30個ですね、うん、これはいいこと教えてもらった。うまっ。カニカマ以上にびっくりしたのがやっぱりわさびの存在、いいアクセント、仕事してるねこれね、うん、ごちそうさまでした。めちゃくちゃ美味しいシューマイだった。というわけでシューマイのジョーさんにてシューマイ食べ放題行ってまいりましたが、これはやばいね。これだけうまみの詰まったうまさ爆発、みんなの桜屋的な感じのシューマイが2時間食べ放題は半端じゃないと思いました。餃子食べ放題はね、何回かこのチャンネルでも行ったことあるんですけども、シューマイ、シンプルにシューマイの食べ放題っていうのは初めてチャレンジでございまして、めちゃくちゃワクワクする夢の詰まった企画だったと思いました。美味しかったですし、おすすめでございます。気になった方がいらっしゃいましたら食べに行かれてみてはいかがでしょうかっていうのもありますが、それは一旦置いておいて、また変なコメントが来てるんだ、だから紹介しますけれども、中村敦史さんからのコメントで、代金を請求された時以外でどんな時に怒りますか。怒んないよ。代金請求されて普通のこと、食べた分の代金を請求されると思ってこっちも言ってますから、ハプニングでも何でもないから怒りません。で、どんな時に怒るんですかってことなんですけども、例えば今日みたいなお店だったらね、今日は一人で行っちゃってるんですけども、何人かでさ、居酒屋さん的な場所に行ったとしたらさ、シューマイをね、僕が食べようと思って取ってる時に、こっちのお皿のやつを後から取ろうとして、こう腕をかぶせてきて僕の手が上がんなくなる時ありません？あれはちょっと嫌だなって思ったりすることはある。ギーヤさんからのコメントで、ハイジーって一人カラオケしてて店員入ってきたら歌わなくなるタイプですよね。これ僕に限らずじゃない？これはハイジーってこんな人ですよねって決めつけてきて当たっちゃってて悔しいとかじゃなくて、みんなそうだよね。これはね、一人カラオケだからさ、僕も行くときさ、まず最初ワンドリンクするじゃん。だからまず速攻で注文して、店員さんが一杯目のドリンクを持ってきてくださるまで歌わないでじっとしてますもん。別に歌いに来たわけじゃないんだけどね、ちょっとゆっくりしようかと思ってっていう顔をして部屋で佇んでるんです。ただね、一杯目を持ってきてくださるまでに異常に時間がかかる場合ありますよね。あれ？この時間に一曲歌えましたよね的な時間が空く時あって、そん時は困るよね。 G ドラゴンさんからのコメントで、鳩が豆鉄砲を食らったような顔って言いますけど、どんな顔なんですか？これは僕も分かんない。これ謎だよね。鳩に豆鉄砲を食らわそうとしてる人を見たこともないし、食らった鳩も見たことないし、鳩が豆鉄砲をもし食らったとしても、なんか特に変わった顔を見せるとは思えない。慌てて飛び立って逃げるみたいなのは想像するけども、顔はあんま変わんなそうな気がする。そしてたびたび言いますけども、しょうもなさすぎる替え歌のコーナーもう終わりだって言ってんのに、なんか力作を送ってくださる方がねいるんです。なだからもう本当に本当にしょうもないって言ってますよ。しょうもないので、本当最終回です。これでもう本当みんななんか力作だから紹介せざるを得なくなっちゃってるんですけども、本当にこれでもう最終回、本当に本当に結局一緒だからっていうことで、加藤さんからの替え歌です。
君の顎のストーリー、今日も予想通り、動画始まれば顎投げだ。ずっと見ていたって光るのはただの指先だ。感情のないコメント紹介、それはいつも通り、慣れてしまえばそれだけ見ちゃう。僕とハイジは人生から、続きはしないことを知った。もっと長い顎で、もっと面白い顔で、出会える世界線選べたらよかった。もっと違う顎で、もっと変な形な顎を伝えられたらいいな。でも触っても無駄だから、実際君の顎はそんな長くない。辛いけど否めない、稲田の方が長いのさ。その顎に触れただけで痛いや、いやでも長いな、いないや、小さい。それじゃ長いは一位は何、答えはわからない、わかりたくもないのさ。たった一つ確かなことがあるとするのならば、君はハイジだ。だからもう長い長い上に、結局いつもの顎が長いとか、結局今回パンストとかさ、網タイツとかブルマンもなくて、顎に終始してる。顎だけじゃん、長いのに。